ヒラノさんのキング・ア・プリンス時代の推定年収や収入源、そして最新の収入に焦点を当て、彼の多様性と豊かさを追求してみましょう。こんにちは。2023年5月、ヒラノ・シさんは神宮寺ゆうたさんとキン・ユタさんと共にキングプリンスを脱退し、スマイルアップ旧ジャニーズ事務所との契約を解消しました。しかし、彼は新たなステージでナンバーとして活動しています。今回は、 平野さんのキング・ア・プリンス時代の推定年収や収入源、そして最新の収入に焦点を当て、彼の多様性と豊かさを追求してみましょう。2022年、平野紫シさんはキングプリンスとして活躍し、推定年収は約3億円と言われています。この中で、ドラマ出演による推定年収が1500万円ほどありました。主演ドラマ、クロサギでの出演料はなんと150万円。 しかし、これは彼が主演を果たしたためで、通常の出演とは3倍の差があるそうです。他にも、シャークや、未満警察ミッドナイトランナーなど、様々なドラマに出演し、活躍の幅を広げていました。平野志陽さんは CM でも大成功を収めています。2019年には、金プリダイラとしての賞も受賞し、CM 出演料が3000万円から5000万円に跳ね上がり、 2023年現在は7000万円に達しています。個人の CM5 本に加え、グループでの CM にも3本出演。グループとしても知名度から考えると、その出演量も相当なものであると予想されます。CM 収入だけで4億1000万円という数字は、その成功の裏付けですね。キングプリンスの音楽活動も平野志洋さんの収入源となっています。 2022年のサウンドスキャンジャパンの報告によれば、キング・ア・プリンスの CD 売り上げ金額は約1537億円。これに基づき、平野さんの推定収入は3億740万円に達します。音楽活動による収入は CM とほぼ同額で、彼の多岐にわたる才能が示されています。2023年、平野信洋さんは、戸部に移籍しました。活動が表に出て来ない期間もありましたが、 それでも彼の推定年収は約5000万円。これは CD の売上等によって大きく変動しますが、6月以降の活動が少なかったにもかかわらず、この数字は驚くべきものです。彼の手取りが増えている可能性があり、これはジャニーズ事務所に所属していた時よりも高い金額と考えられます。現在、平野信洋さんは個人事務所を立ち上げており、収入源はキングプリンスとしての活動によるものと思われます。 彼が出演した CM の中には、プロクター・アイ・ギャンブル・ジャパン、高成、ボシロム、キコマなどがあり、これによって2023年の収入が形成されていると考えられます。その他の多様性と豊かさを追求する活動も期待されます。噂によれば、平野史洋さんの実家は名古屋市西ケ原市にあると言われています。しかし、これには疑問があります。彼が事務所移籍後にした場所は実家ではなく、個人事務所であり、 実際の実家は小さい頃から住んでいた森山区のものである可能性が高いです。さらに、彼のお母さんが再婚して別の場所に住んでいる可能性も考えられ、実際の実家はおばあちゃんの家かもしれません。これにより、平野さんの幅広い活動と実家にまつわる噂の真相が見えてきます。平野史洋さんは、多彩な収入源とともに、新たなステージでの活躍が期待されます。 彼の個性的なキャリアや未来の展望に注目し、これからも彼の才能型。